第5章侮辱。車両の扉を開け連結部へ出た炭治郎は思わず羽織の袖で鼻と口を覆い身を引いた。すごい匂いだ、重たい。走り続ける汽車の周りには吐き出された煙すらかき消すほどに鬼の匂いが充満していた。この風の中、鬼の匂いがここまで。こんな状態で眠っていたのか、俺は。と、炭治郎は奥歯をかみしめる。客車が密閉されていたとはいえ、信じられない。不甲斐ない。身を乗り出し、遥か前方を確認した。鬼は風上、戦闘車両か。炭治郎はひらりと客車の上に飛び乗り、後を追ってこようとした禰豆子を止める。禰豆子は来るな。危ないから待ってろ。みんなを起こせ。そう言ってから屋根の上を前方へ向かって走り出す。ゴーゴーと風が鳴り、煙が舞う。いくらも行かないうちに人影が見えた。前方の客車の屋根に誰かが立っている。あれ、起きたの？おはよう。様相の若い男だった。男は振り返ると炭治郎に向かってひらひらと左手を振った。まだ寝ててよかったのに。男の左目には「海一」の文字が刻まれている。そして左手の甲には気味悪く開いた口。こいつが加減の一十二気づきだ。鬼はからかうような口調で続ける。なんでかな、せっかくいい夢を見せてやっていたでしょ。お前の家族みんな惨殺する夢を見せることもできたんだよ。そっちの方が良かったかな、と鬼は言った。嫌でしょ、つらいもんね。日輪刀に手をかけた炭治郎に鬼は微笑みかける。じゃあ今度は、父親が生き返った夢を見せてやろうか。炭治郎は怒りで目の前が暗くなる気がした。M は必死で感情を抑えている炭治郎を眺めながら北総 M。 本当は幸せな夢を見せた後で悪夢を見せてやるのが大好きなんだ。人間の歪んだ顔が大好物だよ。たまらないよね。不幸に打ちひしがれて苦しんでもがいているやつを眺めているのは楽しい。 M はずっとこの列車でそうやって乗客たちを夢で惑わせ苦しむ顔を楽しみながらむさぼり食ってきたのだった。だけど俺は油断しないから、回りくどくても確実に殺すよ、鬼狩りはね。インクに自分の血を混ぜた切符。車掌が切符を切って強痕をつければ術が発動する。それなのになんでこいつは起きたのかな。 M は日輪刀を抜こうとしている炭治郎を目を細めてみる。短時間で覚醒条件も見破った。幸せな夢や都合のいい夢を見ていたいっていう人間の欲求は凄まじいのにな。人の心の中に土足で踏み入るな。炭治郎が吠えた。俺はお前を許さない。その怒りに歪んだ顔を見て M は気づく。あれ、耳に飾りをつけてるな。風にあおられて揺れる
花札に似た日輪の耳飾り。耳に花札のような飾りをつけた鬼狩りを殺せば、もっと血を分けてやる。あの方、鬼舞辻無惨はそう言った。間違いない、目の前にいるこの少年がその鬼狩りだ。運がいいな、早速来たんだ、俺のところに。夢みたいだ。これでもっと無惨様の血を分けていただける。そうしてもっと強くなれたら、上限の鬼に入れ替わりの決戦を申し込めるぞ。エムはにんまりと笑った。水の呼吸、銃の型、生成流転。炭治郎が円を描くように刀を振り上げる。その軌跡に沿って流水の幻影が揺らめいた。荒れ狂う竜のごとき波動をまとった炭治郎が一気に踏み込んでくる。しかし円武は慌てる様子もなく、彼に向かって左手を差し出した。血気術、強制昏倒催眠のささやき。左手の甲にある気味の悪い口がささやく。お眠り。炭治郎は一瞬だけよろけてその場に倒れ込みそうになった。だがすぐにカッと目を開けると体勢を立て直す。眠らない。切り込んできた炭治郎の刃をかわし、エムは飛び去りながら再び左手をかざす。眠れ。炭治郎はよろめく。だがやはりすぐに足を踏ん張って顔を上げた。眠れ、眠れ、眠れ。何度も何度も術を発動する。効かない、どうしてだ。炭治郎はわずかに反応するだけで瞬く間に刀を構え直し、円武に切りかかってくるのだ。いや違う、これは聞いていないんじゃない。こいつは何度も術にかかっている。振り下ろされる日輪刀をかわしながら、円武は繰り返し術を繰り出す。術が効いている証拠に、その一瞬だけは炭治郎の動きが止まる。かかった瞬間にかかったことを認識して、夢の中で覚醒のための自決をしているのだ。夢の中だったとしても自決するということは、自分で自分を殺すということは相当な胆力がいる。このガキはまともじゃない。エムは客車の屋根の上を跳ね回りながら術を放った。何度目かの夢に突き落とされた炭治郎は自分の家の土間に立っていた。土間もその向こうの座敷も血の海だった。目の前で六太が泣いている。なんで助けてくれなかったの。呆然と立ち尽くす炭治郎を横から駆け寄ってきた竹雄が突き飛ばした。俺たちが殺されているとき何してたんだよ。後ろから花子が炭治郎の手をぎゅっと握って恨めしそうにつぶやく。自分だけ生き残って。みんな顔も着物も血で染まっていた。よろめいた瞬間に場面が変わる。布団に半身を起こした父が炭治郎をにらみつけていた。手元にあったお膳から味噌汁のお椀を取り上げ、炭治郎に投げつける。何のためにお前がいるんだ、役立たず。熱い味噌汁をかぶって唖然とした炭治郎が目を閉じ、再び開けると、またそこは
血の海だった。足元に竹を茂る花子が横たわっている。土間にぐったりとした六太を抱いた母が立って炭治郎をにらみつけている。あんたが死ねばよかったのに。よくものおのおと生きてられるわね。母は心の底から軽蔑したような顔で吐き捨てた。炭治郎の額に青筋が浮かぶ。唇が怒りでわなわなと震えた。言うはずがないだろう、そんなことを。俺の家族が。絶叫とともに炭治郎は目覚めた。目の前で薄ら笑いを浮かべている鬼に向かって全力で切りかかる。俺の家族を侮辱するな。全体重を乗せた刃が絡みつく竜のように炎武の首筋に襲いかかった。弾けるように鬼の首が飛んだ。